ちょっとツースリーゾーンで行きましょう。で必ずボールにはチェック行ってバンプアップして、オフェンスはちょっとフリーで攻めていいから少しシュートまで行きましょう。サイトあんまり下に行っちゃうとここやられるぞ。ガードポジションあんまり下行かないようにしないと。やられちゃいけないのはできるだけスリーポイントショットを簡単に打たれないっていうことね。そこを意識してディフェンス3回行こう。3回はい、もう一回ごめん、ちょっと待って、もっと外側行かない、外側ここにいないとダメ、ここ行ったら、もうここに行ったらすぐやられるじゃん。で、少し岩田夫人が下いるから、そこ下目に、あんまりやったことないけど、ここ上がってないと、ここ下に入るとポンポンやられる、すぐチェックできるようにして、はい、行くよ、はい、もう一回。で今ボールが向こうあったら江本はそこしか見てないから後ろやられる。ボールが向こう行ったらそこを見ながら、両方見ながらついていかないと、はい、はい、もう一回ディフェンス、もう一回